韓国政府の対応日本政府の筋書きどおりか本日フジテレビの報道によって韓国政府が大量の不正輸出を把握していたにもかかわらず隠蔽していたことが明らかになりましたこちら韓国の朝鮮日報が5月の時点で概要レベルでは報じておりましたが本日フジテレビが韓国政府が作成したリストを入手し 詳細な報道を行いました日本政府はこういったリストとは別に、日本製のフッ化水素などの不正輸出を確認し、また、今年に入ってから、韓国で不正輸出が急増していることも把握しているものと思われます。また、本日報道されたリストを見るだけでも、韓国で製造されていない化学兵器の材料が不正輸出されたことが確認されており、 韓国が海外から輸入した製品を不正輸出している証拠になってしまっております。日本政府は、こういった韓国政府によるずさんな輸出管理について、安倍首相以下官房長官や外務大臣、経産大臣が不正輸出が行われていると批判し、それに対して韓国政府の大統領や首相、副首相、 外務大臣経産大臣、臣経産が事実無根であると反論いたしました。ししま韓国政府からしたら、安倍首相が自ら韓国政府を批判しておりましたので、トップレベルで反論するしかないと判断し、このような反論に至ったと見られておりますが、日本政府は韓国政府の動きを事前に予測して動いているものと思われます。 こういった韓国政府による反論によって、韓国政府が国家ぐるみで不正輸出を隠蔽していたことが確定してしまいました。また本日、WTO でも韓国の代表が、日本が輸出規制で経済報復をしていると明言してしまっており、各国からすれば、海外からすれば、 韓国政府のこのような主張を見てですね、正直、どん引きしてるというか大丈夫なのかと心配になっている国々が相当あるんじゃないかと思われます。日本政府は輸出規制について12日に韓国政府に説明をする予定でございますが、実態は説明ではなくて取り調べのような形になるんじゃないかと思われますけども、日本政府には今後も 韓国政府の動きを事前に予想していただき、これ以上ですね、韓国政府によるずさんな貿易管理によって、輸出管理によって、日本製の軍事転用可能な物資が海外に横流しされて、大量兵器の、大量破壊兵器の製造に悪用されるような事態が続かないように、 早急に規制強化を進めていただくようお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。